こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。6月15日まで続いていた規制がですね、また今後どうなるのかという動画を前回出しましたけれども、ついに結果が出ましたね。6月16日から6月30日までの、フィリピン国内での、規制について政府から発表されました。やはり、基本的にどの地域もコミュニティ隔離が続くということで、はい、それはフィリピン全国一緒ですね。ただ、その規制の強さとか厳しさがですね、4段階に分かれることになっています。まあ、今後またそれも、継続されるのか変わるのかは、分かりませんけれども、今の現時点で報道されている内容では、フィリピン国内において4段階の、はい、規制がなされていることになっています。一番強い規制がですね、強化されたコミュニティ隔離ですね。これは前回の私の動画で伝えましたけれども、大統領報道官はここまではならないんではないかと、この下の段階の修正を加えた強化されたコミュニティ隔離が実施されるとしても一番強いのになる可能性があるということだったんですが、この規制について15日までの規制だったんですけれども、それが今後どうなるかという検討するにあたってですね、セブ市で感染者が増えているという現状がありまして、そのセブ市がですね、その強化されたコミュニティ隔離、英語の頭文字を取って ECQ と言いますけれども、その規制が課されることと政府から発表されました。で、次に強い規制ですけども、2番目に強い規制が修正を加えた強化されたコミュニティ隔離ですね。英語の頭文字を取って MECQ。こちらが同じくセブ州にある中でのタリサイ市という場所がこの MECQ となりました。なので ECQ がセブ市、そして MECQ がタリサイ市と、この上から1番2番目に強い規制がセブ州の中でセブ市とタリサイ市というところに課されることと今のところなっています。そしてその次3番目に強い規制が一般的なコミュニティ隔離、通称 GCQ と言いますけれども、これは結構多くのところに課されていますね。はい。順番に言いますと、マニラ首都圏全域、カガヤンバレー地域、これはリージョン2とも呼ばれてますけども、その中にあるカガヤン州、イサベラ州、キリノ州、ヌエバビスカヤ州、サンティアゴ市ですね。そして中ブルソン地域、リージョン3と呼ばれている中のアウロラ州、バターン州、ブラカン州、タルラック州、オロンガポ市となっていまして、さらにカラバルソン地域、リージョン 4A と呼ばれているところのバタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、ケソン州、リサール州、西ミンドロ州、はい、さらに中部ビサヤ地域、リージョン7と呼ばれているところのボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホール州、マンダウェ市、ラプラプ市、そしてミンダナオ地方からは、ダバオ市とザンボアンガ市ですね。以上の場所が一般的なコミュニティ隔離、通称 GCQ と呼ばれている規制が、実施されることとなります。そして今読み上げた地域以外の地域は、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離、通称 MGCQ が実施されることとなります。はい、というわけで、まあ驚きだったのが、やはり強化されたコミュニティ隔離にまた戻ることとなってしまったセブ市ですね。はい。で、さらに、まあ、今まではこの、6月15日まではですね、一番強いので GCQ、一般的なコミュニティ隔離で、それ以外の地域は MGCQ、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離で、この2段階だったんですけども、また以前のように、強化されたコミュニティ隔離、そして修正を加えた強化されたコミュニティ隔離に戻ってしまった地域があるというのが、フィリピンの国民、そしてフィリピンに住んでいる人、特にそれらの、セブ市とかタリサイ市に住んでいる人にとっては非常にショックな出来事だったと思います。実際私の、友人もセブ市に住んでるんですけども、まあフィリピン人の友人ですけども、Facebook 上にですね、本当にまた仕事ができなくなってしまうと、せっかく仕事再開できて収入が入ってくるようになったのに、またこれで仕事が止まって収入も入ってこなくなってしまうという、非常に悲しいということを Facebook 上で発信している友人もいました。はい。これが問題なんですよね。まあ規制が厳しくなって、感染者を抑えるのはいいことなんですけれども、それによって仕事ができなくなってしまうと、まあ、より多くの分野でですね、今、やっと
再開して今後なんとか続けていこうとしていた中でまた規制が厳しくなってクローズせざるを得ないという業種が本当にセブ市そしてタリサイ市では多いと思います。特にセブ市ですよね。観光で有名でもありますし、まあ、これからまたね観光を頑張っていこうという雰囲気もGCQ 一般的なコミュニティ学園の中ではまあできないこともいろいろあるんですけども、それでも将来これから頑張って経済を動かしていこうという雰囲気の中でまた感染者がですねどうしても増えているので元に戻されてしまったというそういう状況になっています。そして、ちょっとですねセブ市がなんで強化されたコミュニティ隔離に戻されてしまったのかということをですね、詳しく書いた記事がサンスターマニラ新聞のオンライン記事に書いてありましたのでそちらをちょっと紹介したいと思います。大統領府の報道官はですねセブ市の規制が再び強化されてしまった理由として次のことを挙げています。救急医療の利用率の高さ、そして約1週間で感染者が倍増してしまったこと、これはタリサイ市もそうみたいですね。そしてセブ市では13カ所のバラン街で新型コロナウイルスが蔓延していること、以上が主な理由としてセブ市がですね再び強化されたコミュニティ隔離に戻された理由として挙げられています。バラン街というのは市の管轄下にある行政区画ですね。バラン街という行政区画があるんですけども、セブ市の中にあるその行政区画で13の地域でもう新型コロナウイルスが蔓延してしまっているという状態が懸念されているということです。またセブ市では6月14日の時点で2810人が新型コロナウイルスに感染しており、フィリピン国内における100万人あたりの感染者数が最も多くなっている地域であると。これも、規制を再び強化した理由の一つであるとされています。で、セブ市ではセブ市民により一層の注意を喚起するとともに医療体制の強化を行うとしています。また中央政府からも人工呼吸器や個人防護服をセブ市に送ったりという措置も行われています。また医療専門家の派遣も行うとしています。そして2番目に規制が強くなったタリサイ市もそうですね、やはり新型コロナウイルスの感染者が急激に増えたことが理由で規制をまた一段階強めたという報道がなされています。しかしですね、サンスターマニラのオンライン記事によりますと、ドテルテ大統領はそれらのもう一度ですね、フィリピン国内の規制の強さと地域を発表したんですけども、ビジネスコミュニティとのミーティングを行って、その後もしかしたら規制の内容が一部変更される可能性もあるということも発言しています。またセブ市長がですね、ここにありますけれども、市長自身としては、セブ市長としては現在セブ市は一般的なコミュニティ隔離、GCQ ですね、それを行うのにふさわしい段階であると信じているということを発表しています。市長自身がセブ市の状況、データを見てですね、で、このデータであれば、強化されたコミュニティ隔離ではなく、一般的なコミュニティ隔離の継続でいいんじゃないかと、自分は信じているということですね。で、さらに、セブ市の新型コロナウイルスによる死亡率は一番低いんだということも言っています。なので、このセブ市が強化されたコミュニティ隔離下に置かれるということを決定した省庁間タスクフォースに対しですね、抗議といいますか、もう一度考え直してくださいということを、アピールするとしています。なので、セブ市長としては、このセブ市を強化されたコミュニティ隔離下に置くと判断した省庁間タスクフォースですね。そういった、国の中央の機関に対して、セブ市は GCQ、一般的なコミュニティ隔離でいいと思いますと。なので、再度検討してくださいということを、陳情するということですね。ただし、それにもう一度データを見てほしいというお願いをしてるんですけども、それにもかかわらず、国が、いや、セブはそれでも今の、状況を鑑みると、強化されたコミュニティ隔離を行った方がいいということであれば、それには従いますということですね。なので、セブ市としては今の段階は GCQ 一般的なコミュニティ隔離でいいと思いますと、もう一度データをもう一度見てくださいということで、それでもやはり強化されたコミュニティ隔離を行えというのであれば、それには従いますよということを市長が発表しているということですね。はい。そして続きまして、フィリピン全国の感染者情報ですね。今日は新たに感染者数が364人増えています。これは6月16日の午後4時の時点でのデータですね。でそれによって、感染者総数が 26,781 人となっています。で回復者の合計は6,552人となっていまして、
死亡者数の合計は1103人となっています。そしてダバオ地域の感染者情報ですけれども、こちらは新規感染者は出ておらず、感染者の合計が436人ですね。ダバオ地域全体の数字となっています。そして死亡者は総数が31人のままとなっています。回復者は新たに7人増えて、回復者の総数は283人となっています。6月16日時点でのデータです。はい、というわけで最後に、最近の情報として、この一般的なコミュニティ隔離を私が住んでいるダバオ市では行われているんですけれども、継続されて行われている隔離期間中ででもですね、時々ちょっと規制の内容に変更があったりしまして、例えば今日 SM ラナンという私の職場の近くのモールに行ってみたんですけれども、店内での飲食が可能になっていました。ただ 100% ではなくて席数が大幅に減らされていてですね、ちょっと写真をお見せしますけど、このようにルール上ではですね、 30% 元々の客席の 30% 以下であれば店内での飲食をしてもいいということが決まりまして、このように、店内で、今日お昼に行ってみたんですけれども、結構ですね、お店の中、人が入って食べていました。また、グランドフロア、1階の大きな広場ではですね、テイクアウトしたものを、お店の中では、やはりまだ席数が、少なくなっているので、テイクアウトしたものを食べれる場所も、提供されていました。はい。一階の大きな広場でですね、ちゃんと席と席の間開けられていて、そこでテイクアウトしたものが食べれるようになっていました。というわけで、今回の規制変更によって分かったのが、みんな結構ですね、私も含めてですけれども、規制を緩和して経済を動かす方向に行ったので、元に戻ることはなかなかないんじゃないかなと思っていたところ、やはり感染者が増えたところはですね、しっかり政府としては、ぎゅっと抑えていこうということで、強化されたコミュニティ隔離という一番厳しい規制にも戻りうるんだということが、今回の規制の発表で分かりましたね。で、前回の動画でもお伝えしましたけれども、一番低いレベルの修正を加えた、一般的なコミュニティ隔離であっても基本的には、外出は控えるようにとされています。仕事を行く人、もしくはこれは地域にもよりますけれども、外出許可証を持っている人、ダバオ市の場合であれば、そうですね、必要最低限の買い物、もしくは薬を買いに行くときのみということに外出はなっています。それ以外の地域でも基本的に外出は必要最低限にしなければならないというふうになっているはずです。はい。というわけで、引き続きですね、油断できない状況が続きます。本当にこれで特にセブー市に住んでいる方は、仕事とまた止まってしまってですね、せっかくもう一度始められると思っていたのにというところをまた押さえつけられてしまって、大変な方もいらっしゃると思います。それ以外、私が住んでいるダバオ市ででも、またマニラの方とかですね、とにかく、フィリピン全体において規制が厳しい、限界はありますけれども、規制が続いている状況でありますので、ビジネスをされている方は特にですね、影響を大なり小なり受けていると思います。はい、大変な中ですけれども、引き続きですね、情報をしっかり入手しながら、それを見ながらですね、今後どうしていくのかを考え、目の前のできることを、やっていくしかないと思いますので、はい、お互い頑張っていければと思います。私の動画ではこのように、フィリピン全体と、あと私が住んでいるダバオ市の情報を、主にお伝えしています。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。